パーティーは終わりだ。落ち着け。チタンマターの拘束具だ。絶対に壊れはせん。これは一体、今まで反応がなかったのに、なぜ、効果があったのでしょうか。今まで何の反応も見せなかった被験体に、注入からたった5分で反応がありました。アンチェインド。本当に対ヘレティックの切り札になり得るのか。血液から抽出した物質で作られた弾丸にこんな作用があるなんて考えられません。アンチェインドとは一体。重要なことはこれがヘレティックに有効であるということだ。存分に研究し報告を上げてくれ。研究とは。実験台が目の前にあってそれを自由に使える。これ以上説明が必要か。に、ここはどこ。私は一体。あ、喋った。まさかヘレティックから回復したのでは。そんなはずはあるまい。目をよく見ろ。侵食されたニケの目だ。侵食は治療できない。絶対にな。何を言われようと惑わされるな。分かっているな。分かっています。勝てる。アンチェインドを兵器として実用化できれば勝てる。何がどうなっているの。教えて。お願い。痛いわ。私の仲間たちはどうなったの。コッテスはどうなったの。世界はどうなったの。痛いわ。どれくらいの時間が経ったの。ここはどこ。何でもいいから教えて。お願いよ。黙れ。それ以上何も喋るな。お前には言葉を話す資格もない。今までどれだけの人間やニケを殺したか分かってるのか。お前のせいでどれだけ多くの人が。人殺し、殺人鬼、裏切り者、ニケの恥、人類の失敗作、化け物め。一生かけようとお前の罪は消えたりしない。そうだったわ。私の物語は、汚されてしまった。私の物語は、美しくなくなってしまった。私はもう、美しくないのね。ごめんなさい。私が弱くて、ごめんなさい。殺してしまって。ごめんなさい。生きていて、ごめんなさい。今すぐ扉を開けろ。もう私は何もしません。おとなしくしています。この変わり果ててしまった体が、少しでも人類の勝利に貢献することを願いながら、私は時を過ごします。耳を塞ぎ、目を閉じ、口をつぐんで過ごします。開けろ。
開けろと言っている。あいつに何をした。どうかそれがほんの少しでも罪の償いになりますように。